あ、じゃあ今までと違う作り方をしてたからこその発見でもあったんですね。うん、そう、もうね、今まではもう繰り返すことを嫌ってたんで、僕たち。同じことを二度とやらへんっていうような音楽スタイルだったんですけど、はい、もうこう全然逆方向のベクトルをなんか自分たちもすごく楽しみながらやれたんで、はい、だからまあこのニューワールドというかね、レゴビッグモールにとっては、はい、でもこれがなんつうの完成形で、これがレゴビッグモールやっていうものが作れたから、はい、まあ、そういう意味も含めこうニューワールド、うん、そして出来上がったこのアルバム、あの収録曲には4月にリリースされたレーベル移籍第1弾シングルのレインボー、そしてアルバムに先行して発表されていた新曲のスパークインジエンドなど全部で12曲収録されていますけれども、うん、お二人がこのアルバムの中で特に思い入れのある曲ってそれぞれどの曲になりますかね。なるほど。でもね、僕はこのアルバムの曲順通りで聴いてもらえると、はい、一番最後のアデインザライブっていう歌の、うん、イントロが最高にいいんですよね。まあね、これは聞いてもらわないと分からないけど、でもその通りよね、はい、このね、ほんまに、まあ、ちょっと1曲目のポーズからライカまで、うん、いろんな景色を旅するんですよ、うん、まあ、宇宙やったり闇やったり光やったり、はい、でそこで太陽やったり、その中でいろんな景色を見た中、最後やっとアデインザライブっつって僕らが生きていく日常を描いてるというか、はい、結局そこで僕らが生きていくんだよなっていうところに落ち着くっていう意味で、このイントロが鳴った瞬間に、まあ僕ら4人はこの曲順で聴いた時に間違いないなと思えたというか、っていう意味でアテンドライブは気に入ってるってことですよね。そうです。なるほど。田中さんは、まあそうですね、それもあるし、うん、じゃあ何しようかな。スイッチ、5曲目のスイッチは、うん、レゴで初めてこうサンプリングの音を使ったりだとか、はい、打ち込みをメインにして、この頭のドラムっていうかリズムはサンプリングされてたりとか、ほんまに実験的なことをこうしたんやけど、それが功を奏して実験成功って感じなんですけど、はい、その中でなんかでもちゃんとレゴらしさがあって、うんうん、で僕も歌詞を書く上でほんまにフラットに書けたんですよ。これはほんまに僕がギター弾けないけど歌詞書こうって思ってる夜を描いてるというか、はい、で最後はニューワールドっていう歌詞で終わるんですけど、うん、ここからまあニューワールドが取ったっていうのもあるんですけど、タイトルの、うん、そういう意味でもなんかちょっとこれはターニングポイントにアルバム作る上でなったかなとは思って。このスイッチっていう曲はこう私自身聴かせていただいてて、すごく一言一言のワードがものすごい印象強くこう頭に聞いた後にすごい残っていて、嬉しいっす。この先月22日にリリースされたおよそ3年ぶりのフルアルバムニューワールド、うん、さあここでですね、もう一曲お届けしたいと思います。曲紹介をお願いします。レゴビッグモールでライズ&セット。FM 愛知サンデースペシャル、レゴビッグモールニューワールド。ここからは現在開催中の全国ツアーのお話を伺っていきます。さあ、レゴビッグモールツアー2014 U ツアーが先月3日からスタートしていますね、はい、で10月は台湾ツアーで、今月からワンマンツアーという形で全国19カ所で行われますけれども、はい、全国ツアーがおよそ2年半ぶりになるんですよね。2年半ぶりですか。まあそれアルバムが3年ぶりやからね。あ、そんな、何、お土産なしで回るわけにもいかないですからどうですか、各地でのこう反応だったりっていうのは。いや、もうお帰りって言ってもらって、うん、はい、地方の方、いろんなあんまり行けてないところで、うん、それだけでありがたいですよね。ほんまに勝手に事故っただけなので、いやいや、それなのに待っててくれたんやなってほんまに、うん、はい、ね、デビュー前に1回行っただけのとことかもあったりとかして、じゃあかなり久しぶりに、うん、場所もありましたね。そうそう、うん、であと台湾に関してはね、ほんま台湾さんの助けもあり、はい、その日一日いい感じで、そうね、やっぱ僕たちの大好きなバンドを紹介するツアーね、うん、その台湾ツアーのいいところって、うん、なので、あのぜひあの楽しんでってくださいみたいなね。そうそう、ほんまイベントとして楽しんでってくださいっていうと、ここ名古屋公演は11月の21日金曜日、はい、夜7時からクラブクワトロで行われますけれども、これレゴビッグモールの名古屋でのライブっていうのはいつもどういう雰囲気なんですか。しかもこれはね、ワンマンなんです。そうそう、さっきとは違ってね、はい、ニューワールド、僕らが4人だけでその日1日をどっぷり世界観を出していこうっていう日ですし、はい、あとね、名古屋めっちゃ盛り上がってる。そうそう、名古屋ね、なんでか分からないんですけど男の子がちょっと多くて、多いです。僕ら女の子がやっぱちょっとどうしても多いんですけど、うん、名古屋に関してはちょっと男の子多めで、うん、
いい感じ、それはそれでいい感じです、うん、この男女比率がちょっと変わるとまたね、お客さんの反応だったり雰囲気も結構変わりそうですよね、のぶとい声がしてますね、たまに、うん、そうね、あれがいい、あれがいい、臭かったりします、いいですか、うん、ちょっとぐらい臭い、臭くないとやっぱりちょっと汗臭いぐらいが汗ぐらい、ああそうそうそう、うん、さあそしてこの名古屋公演に関するお問い合わせ、サンデーフォークプロモーション052-320-9100 まで、ありがとうございます、一緒にさりげなく逆に邪魔したってことあるかもしれない、お願いします、はいはい、さあそしてあっという間にもうこの FM愛知サンデースペシャルレゴビッグモールニューワールドお別れの時間となってしまいました、まさかニューワールド、そうだそうだ、もっと喋りましょうかもっと喋ってもらいたい、早いですね、25分って、25分早いんやね、25分ってね、25分こんな喋ってたんやね、今ねトータルで、そうですね、結構喋ってもらいましたね、意外と毎週行きますもんならもう絶対来ないですよね、呼ばれてないからさあでは最後にお二人から名古屋のファンの皆さんにメッセージをお願いします、はい、じゃあ僕から、はい、ボーカルの川田からいきますけれども、はい、ようやくほんまにあのニューワールドというアルバムができて、これによってレゴビッグモールは完成しました、音楽、ぜひあの皆さんに聴いてもらいたいと思ってます、それを聴いてもらったらもしよかったらライブハウスにも来てほしいです、怖くないとこなので、しかもライブハウスに来てもらえるとやっぱりそのアルバムを超えた世界をまた僕たちもこう体を使って見せることができるので、ぜひそこで完結してもらえたらいいなと思ってますので、ぜひ足を運んでください、どうぞよろしく、はい、では田中さんお願いします、はい、ニューワールドっていうアルバムを出し最高傑作が出来上がりましたので、それを聞いてもらった上でそのさっき言った U ツアークワトロで名古屋ありますので、いやマジ来て、で、まあ、U ツアーっていうのはこのツアーの T が小文字になってまして、はい、U たすアワーにも読めるというか、あなたたちと、あなたたちと私たちでこの日のライブを作り上げていこうという意味が込められてるんですよ、それで小文字なんですね、そうなんです、 T がこうプラスに見えたりしませんか、はい、そうなんです、見えます、はい、よかったっていう意味で名古屋の皆さんとほんまに一つになれればなと思っておりますので、ぜひクワトロで待ってます、待ってます、はい、改めてレゴビッグモールの名古屋公演は11月21日金曜日夜7時からクラブクワトロで行われます、楽しみ、本当にまたこれからも頻繁に名古屋来てくださいね、いやいやもう引き続き今までも来てるけどね結構、うん、サンドイッチ食べに来てくださいそれが目的みたいな思ってますということでここまでのお相手は FM 愛知パーソナリティの原さやかとレゴビッグモールのボーカルのかなたとギターの田中でした、ありがとうございました。